私実はあの司会をやらせていただく関係で見させていただいたんですけどめちゃくちゃおゃ,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 ゃ面白かったんですけどいやいや本当にもうどうなっちゃうんだこの話っていうでもいろんな力を持ったいろんな人がいる中で超普通の人っていううそですねめちゃくちゃ普通の大学生難丸自身はそうですね監督とはどんな話をしながら作っていったんですかいやでももうあの 三上さん、何ですか撮影の前に本読みを今回用意して機会を設けてくださってその時とあの軽くしてほしいっていうお芝居を軽くしてほしいしか言われなかったです軽くするはいでももう全く意味が分からなかったので本読みの時も頭抱えて帰りましたし撮影も日ぐらいずっっと頭抱えててまました始監督の軽くってことは何だろうって監督に聞いていただいたら監督、軽くって言うんですか芝居軽くするって。 まさか全く意味が分からずに帰ったとは思ってなかったんですけどいやいやあの何度かね、はい、多分お話はしてるんですけどまあうんとやっぱりこう超能力者の話なんで、はい、割と初めに力が入ってたというかあの結構強めのキャラクターすごい微妙な話ですけど、ね、<ー>を用意してくれてたんで。あ,あの もっともっと自然な感じがいいですっていう話をしたというふうに小藤向さんもちょっと今なん,かなんか話したげな,なんか芝居を軽く軽くみたいな,い<や>な監督からなんか言葉あったんですか軽く,軽くっていう言葉はまあそうですねでも本読みをさせていただいた時にその原作もあるので私が思い描いていたちょっと幸子がその「 少し違っったたところがあったんですよねなのでその意志が強い力強い幸子になってしまっていたんですけれども<ー>それを滝監督はいやもっとその、まあ、非現実であり現実も入ってる作品ではあるんですけどもっとこう役者がこう現実にちゃんとこうその場にいるっていうことを体現しながら演じてほしいっていうふうにおっしゃっていたのででもやっぱそれは。 ね言葉では <laughs> 簡単かもしれないんですけど、それを演じてみるっていうのはすごく大変だったなっていうふうには思います、ね。だって <laughs> <laughs> いやいやいや今のだってがっ <laughs> あの <laughs> 言うだけって簡単なんですよ。<laughs> <laughs> いやいやいや。<laughs> <laughs> <laughs>